どうもめっちゃめっちゃメッセージ。最後までいいね。今日もやっていくんですけどね。今日はね、はい、もうね、えー、侍ジャパン。はいね。もうね、もう今 WBC で激ツのね、えー、侍ジャパンについて話していきたいんですけど、まあ明日の韓国戦のね、まあ試合予想をね、今日はしていくのと、まあそのね、えー、韓国がどういうチームとかね、えー、その韓国のちょっとしたね、文化、野球文化についてね、えー、触れていきたいと思います。えー、まずね、これ韓国正直な話、明日は、えー、侍ジャパン負けます。はい、もうこれはね、正直言い切らせてもらいます。 これなんでまずね、負けるねんっていう、まずその理由とか、そういうのね、徹底的にね、もうそんな、一方的に、ね、負けるとか言うだけでやったらね、信憑性もないと思うんで、えー、これを聞いたら、確かになってなると思います。えー、だからね、自分は絶対に負けると思います。もう言い切れます。えーとね、まずね、えー、韓国がね、今日ね、格下の正直、オーストラリアに負けてしまったっすよね。ほんでまあね、今、えー、中国と試合してる時かな、この動画乗るってなったら、えー、試合して、まあ多分中国には負けないと思うんですよ。ほんでまあ、 もうわかんないですけどね、それも。ほんで、えー、っとね、この韓国と日本って、これね、今年のこのバッターとかピッチャーの相性で言うと、正直な話、韓国の方がもう圧倒的有利なんですよ。ほんで、これはなんでやねんっていうと、日本のね、主力バッターっていうのが、もうこれね、1個ね、弱点があって、もうほぼ左バッターなんですよね。 えー、そこがね、えー、もう韓国も多分ね気づいてると思うんですけど、えー、とりあえずじゃあ左ピッチャーばっかりで掘ってくると思うんですよ。ほんなら、韓国の左ピッチャーって正直ね、バカい左がね、2人いるんですよ。で、明日多分掘ってくるんかな、まあ多分どっちかが絶対掘ってくると思うんですけど、えー、もう予告選抜が出てんのかな、あのー、何でしたっけね、名前が、えー、クー・チャンモとキム・ゴンフヒョンみたいな。 えー、クーチャンモが最近これ25歳なんですよ。でこの25歳は、えっ、ー、とね、もう、プレミア12かな。で、あの、山川穂高にホームラン打たれてるんですけど、そっから覚醒して、今じゃ、えー、韓国リーグで、えー、年間12億、12億の、えー、契約して、えー、もう、毎日シーズン送ってると。ね、更新されてると。ほんでね、もう MLB のもうメジャー、 もう今、見に来とってもうメジャーからも注目されているこの、ね、クーチャンモっていう、ね、ピッチャーがいるんですよ。ほんなら、ね、みんなねあの、小畑選手とか阪神の、えー、それこそ今年ドラフト1位で入ったあの阪神の選手とかがあのちょっと打ってなんかもうクーチャンモうボコったみたいな感じで言ってるんですけど。 あんなもう、阪神相手に結構、ちょい、結構調整で掘ってるんですよね。こう、韓国、マウンドになれるために。で、それを打って、もう、あれが本気やったみたいな感じで言うんですけど、結局もう140も、140ちょいぐらいしか出てないじゃないですか。これ普段はもう140後半なんですよ。ジョージ、このクルチャンもっていう、このピッチャー。多分ね、これも多分ね、結局、どっちにしろ掘ってくると思うんですよね。先発かどうかわかんないんですけど。これでなんで打,打たれないのかというと、この出どころがね、ほんまにわからんと。もう、 なんでしょうね。あの、自分のようやってたじゃないですか。やってなかったですけど野球やってるやつとかやったら、こう、あの、L 字でね、こう、出所が見にくいやつのことを、もう出所キングとかやってね、あの、エドポロキング選手、ブレイキングダウンのエドポロキング選手の、なんかね、名前の感じで出所キングってね、よく言ってました。っていうぐらい、まあ、そのね、話で出てれたんですけど、ほんまに出所が見えないと。だから、あの、タイミングが取れない。蒸ましてや初見ではなかなか打てないっていうので、えー このちゃんもっていうピッチャー相手に左ピッチャー左バッターは絶対打てないと思いますであの日本はね、えー、もうそれこそヌートバー、えー、大谷翔平もう近藤選手も上位ね左左左で4番村上選手左、ね、左がいっぱい続くんですよだからあのほんまに明日の勝負が勝てるとしたらあの右があの打つしかないですよねって言ってももう右なんか えー、今年の大会、まあねこのオープン戦のバーって見てますけど見てるというかこの侍ジャパンの強化練習の期間を見ると右バッターっていうのがもうほんまに当たってないんでもうだからそれがね一番の弱点なんですよ。ほんでね、ねこの、えー、キム・ゴ・ギョンヒョンみたいなねこのおっさんおるんですよこれ34歳ぐらいのもうこれもね、えー、MLB でももうバチバチ抑え取った韓国のモホンマエースですよ。 えー、北京オリンピックぐらいからあのずっと出とってほんで北京オリンピックではねこれ日本倒してますからあの日本キラーって言われてるこの左の、えー、キム・ガンヒョンっていうのが、えー、いるんですよね。だからこれは正直こい,つこいつもとけたらダメですけどこのピッチャーもめちゃくちゃいいんですよ。 で、それをされる、ね、それを打てるかって言われたら、まずバッター陣が打てない。点数を取れない。ほんで、ピッチャー陣、じゃあ向こうも打たれへんやろって思うんですけど、えー、多分ね、明日の先発で言ったら多分ダルビッシュ選手がおるんかな。大谷選手が中国戦なんで、多分ダルビッシュ選手か、山本由伸選手か、まあ、佐々木朗希選手ってなってくると、あのね、韓国はね、打ってきますよね、正直な話。あの、これはなんでやねんって言うと、やっぱりね、こう、 ダルビッシュ選手のデータとか、あの、キム・ハソン、あの、ショートのね、選手とパドレスでね、同じチームで、やっぱりこうね、も、同じチームメートっていうのだけで、ある程度ね、情報とかね、共有できるんですよ。ほんで、どんな感じのあれ、どんな感じのあれ、ほんで、こういう時にこういう球使ってくるとかね、で、こう、なんですかね、こうのピッチャーの癖とかもね、 あれやっぱチームメイトって一番見抜けるんですよ。ってなってくると、このダルビッシュ選手が掘った場合っていうのはもう結構な可能性でやばいかなって、そのダルビッシュ選手がひょっことかじゃなくて、やっぱ韓国相手には、あのー、正直怖いかなって僕は思います。だからなんで韓国戦に大谷翔平選手を掘らさへんのかなっていうのは僕はね、正直思いました。えー、でね、えっ、ー、と、あとはね、この細かい情報で言うとね、えー、<laughs> チアリーダーがね、これね、韓国は、 あの、ほんまにね、なんていうんですかね、こう、タレント化してるんですよ。だからほんまに、チアリーダーのレベルはもうね、日本とかも、もにならんぐらい、あの、チアのなんか、応援団みたいなのはめっちゃいいって聞いたので、もうみんなね、見に行ってください。もう台湾も韓国も、もうほんまにね、アジアの可愛いのがね、あ、台湾はまだ来てないですね。生まれたら、韓国の可愛いい人らがもうね、東京ドームに来てるってことでね、もう見に行きたいんですけど、もうね、見に行けない。 ほんでね、えー、っとね、これね、一個ね、皆さんに逆に聞きたいんですけど、なんで、あの、韓国のこのピッチャーね、今日とかもね、試合見とってもなんかほんまに髪型もうよう分からんようなやつが掘ってたじゃないですか。ほんで打たれて、みたいな。まあまあ、それは仕方ないんですけど、あのー、なんで、高校ジャパンの方、高校ジャパンの方が、高校コリア、高校代表の方がめっちゃ強くないですか、韓国って。 なんでその選手をそのまま使わへんのかなと僕はね正直思いましたあの髪の毛、ヤンゲンもおかしいやつとかこう韓国ね、もう今代からいろんなピッチャー出てきてますけど、えー、韓国、アンダー18の選手見たことあるないですかねあのサイズソロで162とかねそんなピッチャーが2人ぐらいいるんですよなんでそういうピッチャーを即戦力で使わんのかなってね僕はね正直あの思いました、えー、日本もねアンダー18やったらもう韓国に もう歯が立たないのでこのほんまトップチームで、えー、もう勝ってほしいなって思うんですけどもやっぱこうオーストラリアに負けて韓国はもうなんすか、ね、もううどうにかして勝たないとあかんでここで日本との戦いで、ね、もうバチバチ気合いも入ってる中、えー、多分、ね、日本はちょっとねもうあの楽勝モードみたいな感じで、ね、気抜けてると思うので自分は明日は、は、えー、サムラ侍ジャパンが負けるかなって、えー、正直思いました。ははいい皆さんが思う意見、はい、ぜひねあったら コメント欄によろしくお願いします。それじゃあ、もう明日の結果楽しみにしておきましょう。それじゃあ、お疲れ。